代表別れの言葉。厳しい冬の寒さを和らぎ、柔らかな日差しに少しずつ春を感じる季節となりました。今日この良き日に愛知高等学校を卒業される皆様、ご卒業おめでとうございます。先輩方が愛知高校へ入学されてはや3年の月日が流れました。先輩方と共に過ごした2年間はとても短く、あっという間に過ぎてしまったように感じられます。猛暑の中、体力の限界まで頑張った体育祭、素晴らしい企画力と実行力を見せつけてくださった文化祭、他校の生徒に羨望の眼差しを向けられるほどでした。また、放課後の図書館で真剣に学習される姿には夢の実現への気迫さえ感じられ、目標に向かって努力することの大切さを教えられました。やがて訪れる自分たちの姿を重ね合わせ、身の引き締まる思いで見つめたものです。そして1年前に起こった東日本大震災、未曾有の大震災は被災地から遠く離れた私たち愛知の高校生にも大きな衝撃を与えました。今まで当たり前だったことがそうではなくなり、存在の危うさに怯え戸惑う私たちに、先輩方は節電、募金など今できることを頑張るというお手本を示してくださいました。先輩方への信頼を一層深めた忘れがたい思い出となっています。日本は今復興へと邁進していますが、まだまだ厳しい時代は続くでしょう。先輩方の進む道はそれぞれ違っても、今まで培った経験と努力が実を結び、常に前向きに困難を乗り越えていかれることと思います。私たち在校生は先輩方から学んだ努力することの素晴らしさを忘れません。そしてこれまで築いてこられた愛知高校の伝統を受け継ぎ、発展させていくことを誓います。最後に卒業生の皆様のより一層のご活躍とご健康をお祈りし、別れの言葉といたします。平成24年3月1日、在校生代表、橋爪夏実。
私は6年間この桜の下を通学してきたことになります。桜の姿は日々変化しても、いつも私たちを見守ってくれていた、いました。そして今卒業式に思うことは、愛知での日々は本当に楽しかったということです。愛知に来てよかった、それが今の私の偽りのない本当の気持ちです。答辞を作るため今日までの学校生活を振り返りました。すると書く前には予想もしなかったことでしたが、書いていると涙がどんどん溢れてきて止まらなくなりました。永平寺三世、修学旅行、文化祭、体育祭、部活動、そして日々の生活の中でいろんなことがあり、その一つ一つの思い出を思い出すたびに胸がいっぱいになって全然先に進みませんでした。なぜなんだろうと考えると、きっと愛知を離れるのが嫌なんだ、もっとみんなと一緒にいたいんだという思いが強く私の心にあったのだと思います。ここには確かに私の青春がありました。学校で起きた全てのことが今の私を形作っています。楽しいことも辛かったことも全てが勉強になりました。振り返れば、私はわがままで負けず嫌いで、そのため多くの人を傷つけたかもしれません。ごめんなさい。でもそんな私でも多くの友達ができました。卒業して環境が変わって今までのように毎日会えなくなっても、私たちの関係はずっと変わらないと信じています。みんなは私の生涯の宝物です。愛知にはとても素敵な先生方がたくさんいました。トトロのような先生、廊下ですれ違うとき声をかけてくれる先生、授業中おたけびを上げる先生など、どの先生も個性あふれていて授業がとても楽しかったです。校訓に校恩感謝という言葉がありますが、卒業の今になってやっとその言葉の意味が分かってきました。私たちはいつも誰かに支えられて生きていて、この感謝の気持ちを忘れてはいけないということ、当たり前のような地名の利を6年間かかってやっと習得できました。夜遅くまで話し合ったクラスメート、同じ目標を持って日々頑張った部活動の仲間や先輩や後輩、そして時には対立したお父さんお母さんの愛情の深さを今になってとても温かいものと感じられるようになりました。感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこれからは学校で学んだ多くのことを、これからの実社会の中で生かすことこそが私たちの先生方への恩返しだと思っています。多くの方々のおかげで私たちは無事卒業することができました。本当にありがとうございました。そしてこれからも母校愛知高校がますますの発展することを心から願っています。平成24年3月1日、卒業生代表山森美沙。